ブンブンバハロー YouTube、 どうもまさるです。今回はこちら、ゼンパッドのタッチペン対応のタイプと一緒に使うゼンスタイラス、こちらのバッテリーが切れたので交換したいと思います。交換方法は簡単で、この上の部分、ここをねじって蓋を取り外して中にアルカリ乾電池を入れます。対応している電池はこちら、単語タイプになります。単語というのはまず店で売っていることはほとんど見かけないと思います。これが単三型なんですが、これだけ違います。上から見るとこんな感じ、圧倒的に細いのがわかると思います。単四電池よりもはるかに細いです。長さもこんな感じで、単三などよりも短いですし、単四などよりも少し短いと思います。欠点としてはやはり小さいので容量が少ないというのは欠点ではありますが、こういったスタイラスペンなどあまりバッテリーを消耗しないものに使う分には特に問題ありません。ちなみにこちらは Amazon Basic のブランドのものを購入しました。あとはただ単にこのプラス側を下にしてセットして蓋をねじって閉めるというだけで完了です。これで従来通り使うことが可能です。なおこのゼンスタイラスですが、現在 ASUS のオンラインショップを確認したところ販売されていませんでした。なのでゼンパッドでこういったスタイラスを使おうとするならば、電源を内蔵しているタイプ、アクティブスタイラスであれば、もしかしたら他のメーカーのものでも使えるかもしれません。ただその辺は事前によく調べた上で購入することをお勧めします。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。